バストアップといえばバストアップマッサージだと思うんですけれども、やってみたけどなかなかおっぱいが大きくならないよっていう方結構いらっしゃるんじゃないでしょうか。今日はそういう方のために向けた3ステップで行うバストアップマッサージ方法をお伝えしていきます。皆さんこんにちは。表参道にてバストアップサロンをしております、残念おっぱいをナイスおっぱいに変える美胸セラピストのコキアです。自分が A から F カップまでにバストアップした経験と、サロンでの1万5000人以上のバストアップ施術の実績をもとに正しいバストアップ情報を皆様にお届けしております。結構世間一般で言われているバストアップマッサージって、腕から寄せてきたりとか背中から寄せ上げてきたりとか、まあ、バストそのものを揉むような感じのものがすごく多いと思うんですね。そうするとお胸にある程度ボリュームがある方であればそれなりの効果は実感できると思うんですが、寄せるお肉がないよっていうちょっとスリム体型の方だとなかなか結果がね出てこないと思うんですね。なので今日はバストにボリュームがある方でもない方でも結果を出しやすいバストアップマッサージ方法をお伝えしていきます。まずはじめですね、お手元にビムネッセンスをお持ちの方はこちらを5プッシュ程度ですね塗布していきます。脂肪細胞をふっくらさせたりですとか、あとは張りを出してくれるような成分がしっかりと入っていますので、こちらをまず浸透させていきます。胸の範囲ですね、鎖骨から下、腕の付け根から内、下乳から上、この範囲をビムネッセンスをしっかり塗布して、で浸透してからこれから行う8つの工程ですねをやっていきます。バストのマッサージをする時なんですけれども、手元にあるボディミルクとかボディクリームとかそういったものを使用していただいて大丈夫です。オイルだとちょっとテクスチャーが軽いのでしっかりアプローチしていきたいので、今回はちょっともったりめの重みのあるテクスチャーのものを使うことをおすすめします。私はちょっと使いすぎちゃってこんな状態になってるんですけれども、バストの張り、クーパー人体を強化してくれる成分がたっぷり入ったボディ用のエッセンスっていうのを今開発してるんですけれども、私はそれを胸と、あとアンダーバスト、背中、腕とかそのあたりまで塗り広げてから行うようにしています。でこちらは今開発中になりますので、皆様のもとにお届けできるのがだいたい早ければ2021年の夏か秋ぐらいにはお届けできるかなと思いますので、興味がある方はそちらも随時お知らせをチェックしてみてください。ではですね、ボディエッセンスをだいたい500円玉台ぐらい取る、ない方はボディミルク、ボディクリームですねを取っていただいて塗布していきます。今回マッサージしていく部分がちょっとアンダーバストの下ぐらいまでになりますので、そこに、円を描くようにバストですとか、あとデコルテ、それからアンダーバストのところに塗り広げていきます。次に土台を作るマッサージなんですけれども、3ラインやっていきます。手のひらでだいたい3分割していただくといいんですけれども、1,2,3 のラインで分けてください。まずはじめにデコルテですね、両手をこう重ねた状態で手の付け根、バスト側のバスト寄りの手っていうんですかね、左胸やるときは左手、右胸やるときは右手のこの手の付け根を使ってグッとデコルテのところを押し出します。ここの肋骨に押し当てるような感じですね。グッ押し当てて谷間にバストを移動させます。3回行ってください。3回行ったら手のひら1枚分下にずれまして、ちょうどこのバストの横の部分ですねにしっかりアプローチしていきます。バストは潰さないでそっと寄り添うぐらいの力で寄せるようにしてください。ここの脇はグッと押して、胸のところは優しめです。これも3回行っていきます。そしたら今度はアンダーバストのところですね。ここはちょっと強めにグーッと押したまま、そのまま強めの圧でお腹の真ん中までお肉を移動させます。2回目、3回目。次に引き上げていくんですけれども、引き上げが8の字で引き上げていきます。こういうラインですね。アンダー
バストを通って胸の谷間デコルテと抜けていきます。これも手のひらでギューッとお肉を持ってきて胸の谷間まで運んでデコルテで抜けていきます。アンダー谷間デコルテ、アンダー谷間デコルテ、手のひらがピタッとくっついた状態で行ってください。これも3回ずつですね、やっていきます。あれ3回やったっけ、これ4回目どっち、まあ、3回4回でもいいですよ、やっていきます。で次が両手を使ってお胸を引き上げていくんですけれども、方向としては上、斜め、あとは横となっていきます。手のひら全体でちょっとバストより遠いところから上に引き上げて、斜めに引き上げて、真横にデコルテの部分ですね、谷間に持っていきます。もう一回いきます。下から斜めから横から、もう一回、下から斜めから横から、これも3回やったら反対側にチェンジで、下から斜めから横から、こんな感じですね。もう一回いきます。下斜め横、はい、ラストもう一回、下斜め横、はい、これが引き上げですね。次におっぱいの形を整えていくんですけれども、まず高さを出していくような感じで、トップバストからこうピュッと母乳をね出すように絞っていくような感じで、1、2、3、1、2、3、1、2、3と行います。そしたら反対側ですね、これも両手をぴったりと密着させた状態で高さを作っていくような感じでやってください。お次が、丸みを作っていきます。両手を交互にこう動かしていくんですけれども、胸の上側と下側をしっかり両手をピタッとくっつけた状態で交互に3回動かします。そしたらチェンジ、3回動かしていく、こちらで終了となります。こちらのバストマッサージは夜のお風呂上がりの日課として必ず1日1回はやるようになさってください。また書籍でもご紹介してますバストマッサージと組み合わせて行っていただくとより効果的になりますので、お時間に余裕のある日、あとスペシャルケアをするときは合わせて行うようになさってください。こちらのマッサージを行っていただくことでボリュームがあるバストをお持ちの方はより綺麗にふっくらとしてきますし、ちょっとねボリュームが今現在はないよっていう方は育ちやすい状況下になってきますので、コツコツと継続してみてください。スリム体型さんの方は書籍でもご紹介しています。食事法も一緒に取り入れてやっていただきますと効果を実感しやすくなりますので、ぜひそちらも試してみてください。動画が参考になったよという方はいいねボタンとチャンネル登録をお願いいたします。ベルマーク押していただきますと新着情報も届きますので、そちらもプチッとお忘れなくお願いします。ホームページからは無料で登録できるメールマガジン配信しておりますので、そちらに登録なさってない方はぜひともお願いいたします。メルマガからビームネッセンスのサンプルも差し上げてますので、よかったらご応募ください。ナイスおっぱいはニコニコ笑顔で作るべし。えいえいおっぱい、バイバーイ。あ、そうだ、コメント欄にぜひとも皆さんカキカキしていただけると嬉しいです。なかなかね動画を見てやったつもりやった気になってしまうんですけれども、実際に行動を起こさないと変化は現れませんので、ぜひとも今夜やりますっていう感じで宣言を書き込んでいただけると嬉しいです。では今日はこの辺でバイバーイ。